あのナンバーアンダーラインアイがイブス・セイント・ローラン・リブレ・ CM で見せる。倉田武史氏インスタ投稿動画が話題沸騰中。イブス・セイント・ローラン・リブレ・ CM、あのシーンを倉田武史氏とボーグジャパンで徹底解剖。スタイリストである倉田武史がインスタグラムのストーリーに投稿した動画が、瞬く間に SNS で話題となった。その動画には、ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、ガンユータ、 神宮寺雄太が登場し、イブス・セイント・ローランの香水、リブレの広告撮影の様子が収められていた。瞬く間に拡散され、ファンの間で再びあの素晴らしい瞬間を共有する波が広がった。特に、この香水のプロモーションビデオは、3人のビジュアルと香りの世界が絶妙に融合し、多くの人々を魅了した。その動画を見た瞬間、多くの人々は去年の秋に遡り、 その時の感動が蘇った。あの時のナンバーアンダーライン愛、本当にかっこよかった、という声が飛び交い、再びその美しい瞬間を共有する喜びが広がった。それは単なる香水の広告ではなく、ファンにとっては特別な瞬間だった。日常の中でふと香りが漂う瞬間、その香りが引き出す記憶が、彼らの姿とリンクし、特別な意味を持つようになったのだ。イブス・セイント・ローランの、 リブレは、自由でありながらも洗練された香りで、その名の通り開放感を象徴している。広告キャンペーンで見せたナンバーアンダーライン愛の3人は、その香りと完璧に調和していた。特に平野紫の強いまなざし、岸優太の優雅な身のこなし、そして神宮寺優太の落ち着いた雰囲気が、それぞれの個性と香りの特質を見事に表現していた。このキャンペーンは、単なる広告を超え、 彼らが持つ独自のカリスマ性と香りの持つ魅力を見事に引き立たせていた。しかし、このビデオが公開された背景には、もっと深い意味が隠されているのではないかという考えもある。単に視覚的に美しい広告として消費されるだけでなく、そこにはブランドと人々の感情が交わる場所があるのではないだろうか。香水は、ただの香り以上のものであり、それを身にまとうことで自分自身を表現し、 周囲に影響を与えるツールでもある。広告の中で、ナンバーアンダーライン愛の3人が香水を身にまとい、自由でありながらもエレガントな姿を見せることで、視聴者に、リブレの持つ哲学を伝えようとしているのかもしれない。香りの世界は、視覚や聴覚とは異なる独特の体験を提供する。視覚的な刺激と異なり、香りは直接的には見えないが、記憶や感情に深く結びついている。 それが故に、この広告キャンペーンは視覚的な美しさと香りの記憶を交差させ、より深いレベルで人々の心に響いたのではないかと思われる。実際に、この広告が公開された後、多くのファンがその香りを求めて店舗に足を運び、リブレを手に取ったという話も少なくない。また、この広告が示すもう一つの重要な側面は、香水そのものが持つ、力についてだ。香水は、 ただのアクセサリーではなく、その人の存在感を強調し、周囲に印象を与える役割を果たす。そして、それを使うことで自分自身をどのように見せたいかを選び取ることができる。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが、リブレを身にまとうことで、彼らが持つ内なる自由さとエレガンスを表現し、それが視聴者にとっても共感を呼んだのだろう。このようにして、倉田武がインスタグラムに投稿したこの動画は、 単なる宣伝素材を超え、多くの人々に深い印象を与えた。そして、その背後には、香水という商品の持つ多層的な意味が隠れている。自由を象徴する、リブレの香りが、ナンバーアンダーライン愛の三人によってさらにその魅力を増し、視聴者に新たな発見をもたらした。ファンの間で語り継がれるこの瞬間は、今後も長く記憶に残るだろう。また、このキャンペーンを通じて、 SNS が持つ影響力の強さも改めて浮き彫りとなった。倉田が投稿したこの短い動画が瞬く間に拡散し、SNS 上で多くの人々がその内容について語り合った。それは、現代のデジタル時代において、コンテンツがどれほど迅速に広がり、影響を与えることができるかを示している。さらに、このようなコンテンツが SNS 上でどのように再解釈され、共有されるかを考えると、 その力はままますす強まる一方だこのようにして、リブレの広告キャンペーンは、香水という商品を超え、視覚的な美しさ、SNS の影響力、そして香りの持つ感情的な力を結びつけた一つの象徴的な瞬間となった。それは、現代のマーケティングにおける新しいアプローチを示すとともに、ファンにとっても忘れられない特別な記憶となった。そして、その背後には、 ナンバーアンダーラインアイの3人とイブス・セイントローランのブランドが持つ共鳴があり、その共鳴がさらに多くの人々に広がっていくことを期待させるものだ。ファンにとって、このキャンペーンは単なる広告ではなく、彼らの生活の一部となり、日常の中で再びその瞬間を思い出すきっかけとなった。それは、香りと記憶が結びつき、新たな体験を提供する一つの例と言えるだろう。さらに、 このキャンペーンがもたらした影響は、ファンだけにとどまらず、業界全体にも広がりを見せた。イブス・セイント・ローランの「リブレは、もともと女性向けの香水として発売されていたが、ナンバー・アンダーライン愛のメンバーが広告に登場することで、そのイメージが一新された。彼らが表現した自由でありながらもエレガントなスタイルは、性別の枠を超えた普遍的な魅力を放ち、多くの人々に新しい視点を提供した。 これは、香水業界においても革新的な試みであり、商品を単なるジェンダーに基づくカテゴライズから解放する動きを象徴している。特に、日本の若者文化において、ジェンダーレスの美意識が急速に浸透している現代において、今回のキャンペーンはそのトレンドを捉え、さらに推進するものとなった。ナンバーアンダーライン愛の3人が見せたスタイルや表現は、多くの若者たちにとって共感を呼び、 彼ら自身も自由な自己表現を求めるきっかけとなっただろう。このキャンペーンをきっかけに、リブレは単なる香水以上の存在となり、自由な自己表現の象徴として多くの人々に愛されるようになった。また、このような広告キャンペーンが示すもう一つの重要な側面は、ブランドと消費者との関係性についてである。SNS が普及し、情報が瞬時に拡散される現代において、 ブランドは単に商品を販売するだけでなく、消費者との感情的なつながりを築くことが求められている。今回の、リブレのキャンペーンは、その恒例と言えるだろう。ファンは単に広告を見るだけでなく、そこに映し出されたナンバーアンダーライン愛の姿や香りの世界を通じて、ブランドに対する親しみや信頼感を深めた。その結果、ファンは商品の購入にとどまらず、ブランドそのものの価値を再認識し、 さらななるる支持を表明するようになったこの現象は現代のマーケティングにおいても非常に重要な意味を持つ。商品を売るだけでなく消費者との間に共感や感情的なつながりを築くことが長期的なブランドの成功につながるという考え方だ。特に香水のように感覚的で個人的な体験を提供する商品においてはこうしたつながりが重要である。 ナンバーアンダーラインアイの3人が広告で見せた姿は、ただのビジュアル以上のものであり、多くのファンにとってはその香りをまとうことで彼らとつながる感覚を味わうことができるという、非常に強い感情的な価値を持っていたのだ。さらに、この広告キャンペーンは、ナンバーアンダーラインアイにとっても大きなステップアップとなった。彼らがイブス・セイント・ローランという世界的なブランドとコラボレーションすることで、その影響力は日本国内だけでなく、 国際的に、も広がった特にボー j ジャパンのウェブサイトに初登場したことは、彼らのファッションやスタイルが国際的にも認められた証といえるだろう。これまで以上に広い舞台で活躍する彼らの姿は、ファンにとっても大きな誇りとなり、さらなる支持を得るきっかけとなった。このように、倉田武が Instagram に投稿した一つの動画が引き起こした波紋は、単なる SNS 上のトレンドにとどまらず、 ファンの心に深く根付き、ブランドと消費者との関係性にも影響を与えるものとなった。今後も、こうした SNS を活用したマーケティングの手法はますます進化し、私たちの日常生活にさらなるインパクトを与えることだろう。結局のところ、このキャンペーンは、単なる広告としての役割を超え、香り、視覚、感情が交錯する新たな体験を提供するものとなった。ナンバーアンダーライン愛の3人と、 リブレが織りなすその瞬間は、ファンにとって忘れられない特別な記憶となり、今後も彼らの心に残り続けるだろう。そして、その香りは、日常の中でふと蘇える瞬間、再びその特別な記憶を呼び起こし、さらなる感動をもたらすに違いない。